そうです。おはようございます。あの大変盛り上がった全体会議の後ですが、やはりあの m&a というのはこれからの企業成長にとりまして、極めて重要なあのコーポレートファイナンスの一手段だという状況でございます。もうすでにあの現在までの状況を見ておりましても。も今年の1月から9月までの日本企業関連の m&a 総額が。 30兆5000億これはもう初めて日本企業による MA が30兆円を超えるというような大変な状況になっておりますま。件数におきましても2,800件をはるかに上回っておりますしまあさらには国内から海外に向かってのアウトインバウンドアウトバウンドの取引引あこういったものについてもですね今年の第3クォーターまででなんと16兆円を数えるまあそういったような状況になっております。 まあこの中には、後ほどご紹介いただきます、武田薬品によるシャイア工業の買収、これがもう6兆8000億という、日本企業としてはですね、前代未聞の大きさでございますが、おそらく M&A につきましてはですね、規模にかかわらず、企業のゲームチェンジャーとして、非常に重要なステップになっているというふうに思っております。それでは、パネリストの皆様からですね、 えー、各企業様における戦略的 MA の考え方というところを少し伺ってまいりたいと思います。特にあの戦略的 MA の意義、必要性それからこれまで取り組まれてきた M&A におきます留意点、まあ、そういったところをです、ね、まずお伺いしたいと思います。 よろししくお願いしますあの。この部屋にお集まりの方はですね、えっと、M&A に非常に興味がある方がいらっしゃるというふうにあの理解をしてますのでもちろんえ原則論もお話し,しますけれどももうちょっとこう泥臭い話、えー、血まみれたような話も、えー、含めてですねお話ご披露させていただきます。でえっと 今回はです、ね、あの自己紹介あまりするなというふうに言われたんですけどもあの当社は、ねえー、B2C の会社ではないんでなかなか皆さんご存じない方もいると思うのでちょっと簡単にだけ紹介をさせてくださいあのトヨタ通商という名前がついているようにです、ね、トヨタグループですトヨタ自動車が21%シェアを持ってますそれからトヨタ自動織機が11%ということで、まあ、比較的安定した会社ではありますけれどもうちもです、ね、戦後一旦潰れかかりました。 でそれ以来です、ねまあ、非常に慎重などちらかというとコンサバ系の会社になっていますそれがこのまあ10年20年でどう変わったかということをご紹介したいと思います。この表を見ていただくとですね2000年からスタートしてて実はこの前までだいたい70億円から8億円ぐらいの純利益しか上げてませんでした。 で、ゼロ、ゼロ年にですね。箇所という、まあ、これ、食品を中心としたあの商社さんと合併して、それから当面という。まあ、比較的大きな商社さんと業務提携、資本提携を始めました。それから五年経って、二千六年に当面と合併をしました。で、その時の、まあ、当面とトヨツの単純合算比率というと。 自動車関係が80%自動車以外が20%ということで、まあ、我々としては当然自動車以外を伸ばしたいということでした先ほどお話したように我々の生い立ちからしてですねやっぱり自動車関係が強いと。ただ そのままでいくとトヨタ通商ではなくてトヨタ自動車通商になっちゃうなというまあ危機感があってまあそういう意味では今日の,あの堀さんが言われているゲームチェンジャーの一つになるかというふうに思いますでトヨタ関係自動車関係を伸ばしながら他の事業も冷やしたいという当時の経営者の思いがありました2009年にどンと起こってリーマンショックで落ちましたけれどもさらに3年後4年後で CFAO と書いてありますこれフランスの商社で、えー、パリに本社があってかっこいいなとみんな思うんですけど実態はですね仕事をしているのはアフリカが中心でしたでこの商社を2300億円、まあ、東洋通商としてはかなり思い切った数字ですまだ当時600億円600億円ほどの利益しか上げ純利益しか上げたなかった会社が、まあ、2300億円の えー、M&A をかけたということですで結果としてアフリカ54カ国あるうちの53カ国リビアを除く53カ国で今うちはビジネスをやっていますこれは日本の企業で圧倒的に強いですで、えー、3年後ぐらいにです、ねまあ、資源の不況があって437億という大赤字を私が社長時代に超えてしまいましたけれども、えー、その後2年連続で過去最高益という形でおります で、自動車と自動車以外の比率が6対4までになったということで、まあ、これも一つのゲームチェンジャーかなとあいう風うに考えてます。ほいでんんとまあ、何が大事かというあのご質問だと思うんですけどもまあ、後で細かな事例はお話しするとして3つ、えー、僕は考えてます。あのまあ、デュデリアとやるというのは、もう当たり前のことですけれども、も、えー、やはりそのどこで決断をするか、どこで決断をやめるかという。 その M&A をやるかやらないかという判断がすごく大事だなというふうに思っていますで、それで僕が提案してるのは、えー、交渉の最前線にいる人間と最終決断をする人間を分けようということを基本的にやってますで、実際にセーファーオンの買収の時にも、えー、私が最終決断をしましたけれども、えー、交渉に当たってくれたのは当時副社長 彼と私で緊密に連絡を取りながらやりましたでなんでその2つを分けたかというとやっぱり交渉してるとですねどうしてもやりたいやりたいやりたいというのが気持ちが先に立ってくるし交渉相手とですね何回も話してるうちに愛情も湧いてくるということでなかなか本人は降りにくいということでそれをまあ役割分担をしたというのはこれ1つあとでまたあのご質問あればお答えをしたいと思いますそれから2つ目が PMI ポストマージャーインテグレーションこれをしっかりやると。 まあこれも当たり前のことですこれも具体例後でお話します。それから3番目がシナジーをどうやって出していくか我々の場合、政府・アーを買収した時にですね抵抗バーした時にえっとアフリカで西海岸はフランス語圏ですので政府・アー,ーが強かったですで東海岸はトヨタ通商もだいぶ昔から英語圏をやってましたので強かったということで地理的な保管関係がありましたこれが一つ。事業の面で言うと自動車軸これはあの セファオもトヨタもやってましたし日産もやってましたしイスズもやってるしアメリカのフォードもやってるということで自動車というのは同じ共通基盤を持ってましたでその上にあと何が足していけるかなというのがポイントでしたけれどもこれもまあまあ比較的うまくいった例なのでこれも後でご紹介をしたいと思います。まあ、以上3点ですね、まあ、高値掴みをしないために交渉者と えー、決断者を分けるそれから二つ目がポストマージャーインテグレーション三番目がシナジーをいかにどうやって出していくか、まあ、これをシナジーが出てこないとあまり M&A やる意味がないと思いますけどこの三つというふうに僕は考えています、はい、カルフさんありがとうございます、まあ、特にあのトヨタ通商というです、ね、大トヨタグループの中にある商社部門でありながらこのセファの買収をされたということには大変なご苦労があったというふうに聞いております、まあ、ところが、まあ、この結果としてですね トヨタグループがご自身であるいは各日本の費者機能を使ってマーケティングをしておりましたアフリカというものを、まあ、トヨタ通商さんが一手にインテグレートした形で収めることができかなり飛躍的にビジネスを伸ばされたということがあります。まあ、この3つのの、つポイント、キーワーーワドが、えー、要するに判断基準、PMI、それからシナジーの 実現というお話出てまいりましたので、このあたりについては後ほど詳しくお伺いしたいと思います。それでは高島さんお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あの、この M&A のパネルってすごい難しい。もう何回かやったことなんですけど、すご難しくてなんでかっていうと、あの配信されるじゃないですか。 でやっぱり泥臭い話を具体的にするのは極めて難しいんですよね。あいつとあいつが本当クソだったみたいな話ができない,できないのであの面白い話ができそうでできないのがオフレコにすれば大丈夫ですからでなんであの皆さん文脈っていうか何ですか その行,間を読む行間を読みながら楽しんでいただければと思いますけれどもあの僕らの場合はまだちっちゃな会社なので皆さんにとってどれぐらい参考になるか分かりませんがあの最近でやったことで言うと同業他社まあみんな八百屋なんですけれども私たちが200億ぐらいだった時ですねに大地を守る会という120億の会社それから翌年にはラディシボヤという180億の会社と一緒になって えーまあ、3つ今同じ会社先月同じ会社になって合、えー、わせて純粋合算で500億ですがその間にオイシックスブランドが140億円ぐらい伸びて全部で640億ぐらいを今年目標として掲げているという、まあ、そういう会社ですで僕らの場合は戦略的 M&A はあのすごく大事だとは思うんですけどマストではないというふうに考えているというかまだ まあ自分たちの業態自体がすごくちっちゃいので、これでそのオーガニックなグロースができなくなったら話にならないよねっていうのは、もうあのそもそもあるのでえー、M&A ができたらやるけど、できなくたって十分に成長できるっていうことが、まずま、自分たちとしてはすごく大事にえ考えてえやっています。で、その上でえ僕らの場合はその戦略的だったかっていうと、あんまりまあ戦略的 だったりという感じもしなくてですね一応まあちっちゃいながらも上場しているので何か言うんですよシナジーこういうなんか物流のシナジーで何億みたいな一応それっぽいこと言いますけどあの あんまり、まあ、あんまりないわけじゃないんですけどシナジーが主眼では僕らの場合はなくて、えー、どっちの方がいい社会かってことを考えましたそのまあ僕ら3社ぐらいしかちっちゃなニッチの企業しかないような、まあ、オーガニックの、まあ、日本のマーケットにおいて、まあ、そのニッチの3社が切磋琢磨しているのと、まあ、のニッチの3社が一緒になってもう少し大きい 僕らの敵は僕らじゃなくてもしかしたら添加物をたくさん使っている人たちとかそういう方が敵なんじゃないかというふうに考えてまあその三者が切磋琢磨しているよりも一緒になった方が社会的に良さそうだといい社会になりそうだというふうに思いましていい社会になる。 方が多分個社のの戦略ととししても正いいんじゃないのかなか最終的にはあ、まあ、短期的には苦しい時もあると思うんですけども最終的にはいいんじゃないかなということであまりなんか戦略的というよりは、まあ、社,会社会的 M&A というかですね、まあ、どっちの方がいい社会かということを考えて実行しましたでそういう意味ではあのすごく長いことこの構想は考えていてもう10年以上僕は考えていたので。 自分たちが、まあ、彼らがまあ先輩たちでなんですけども、まあ、百何十億二百億弱ぐらいの時で僕ら30億ぐらいの時からまあそういうことは考えていて社長同士交流があるので会うたびに提案をして「け」って言われてるみたいな感じではありましたけど10年10 10年以上居続けると何か時が来るんだなっていうふうに思っています。まあ、そういうい意味では あのなんとなくですね結婚とかに近いかなっていうふうに思っていてやっぱりこう相手のある話特に僕らみたいな同じ規模近しい規模同士で言うとそのお互いのタイミングっていうのは非常に重要特に相手のタイミングっていうのが非常に重要だなというふうに思いまして相手の良きタイミングをこうに出会えるように。 ずっとストーキングするというかですねえ。ずっとラブコールを送り続けるということで、まあ自分のタイミングは自分でコントロールできるので、ま相手がタイミングに合わせてえまあ社会的にやったという感じです。以上です。では、高島さんありがとうございます。あの特にですね。今、中堅中小企業のえ m&a っていうのがまあ飛躍的に増えておりまして、もう要するに大企業だけではなくて。 ま、オーガニックに加えて、ま中堅中小企業の成長過程においても m&a が重要だということの証査だと思っております。まあ,あの、高島さんがま相手のタイミングに配慮するという非常に重要なお話をしていただきましたので、後ほどのちょっとアプローチのところでこの話は少し掘り下げていきたいというふうに思っております。それでは、あの今年のもうやはり最大の目玉でございました。シャイアの案件を手掛けていただいた武田の。 平田さんの方から少しお話をいいいたただきたいと思います、はいえー、とシャイアの話はあのもう少し後であので触りたいと思うんですけども、まあ、M&A をやる段階で検討する最初の段階で一番大事なことは、まあ、今までいくつもやってきて経験的に痛感するのはですねやっぱり目的ですねその自分の会社が何を目指していて何をどういうふうに行きたいのか。 その目的をもう徹底的に社内でもあ,のあるいは社外のいろんなアドバイザーを含めてあの見極めておくことだと思いますで。その目的に合わない会社を買ったり あるいは合併をしたりするともう後悔先に立たずですね絶対にうまくいきませんあのイム同州もうまくいかないし狙ってる方向性がはっきりしていると社内も一つの同じ方向向向いて明らかにいい合併なり統合の作業もできるというのが経験的な話ですですから何を目指しているかというのが明確になってそれに合わせた戦略が立案されていてその戦略的な合理性が取れると を考えたら GO で,、ね、で、すね5をかけたとあとはもちろんそのデューテリジェンスをしなするのでファイナンシャルに変えるのか変えないのかという、まあ、自分の資金的な話それから一番,一番私は大事だなと思うのはやっぱり PMI ですね戦略的な合理性があって、なんかまず統合がかける統合する能力がキャパシティケーパビリティがあるかどうかそれをよく見た上で踏み切るということになるんだと思います。 あの我々私がいる今ヘルスケアの分野はイノベーションというのを明確なキャッチ,ワードにキャッチフレーズになるんですけどもあの安倍内閣が、まあ、第一次安倍内閣1年で倒れちゃいましたけどその頃からあの日本の国づくりはイノベーションで作るんだとイノベーションで日本という国の将来を描くということをしきりにおっしゃっていて。 それが AI であったりロボティックスであったり何であったりってたくさんあのイノベーションの分野はあると思うんですが、まあ、その末席に我々のヘルスケアの薬の分野があってそこの,その技術革新もすさまじいスピードで動いているもんですからその研究開発の R&D にかける部分が 非常に高度化して、まあ、コストもかかるようになっているのでその R&D をどう、まあ、継続的にしっかりやってイノベーションを作っていけるようにするかと、まあ、そこに規模の問題が出てくるしファイナンシャルな力あるいは技術的なサイエンスの掘り下げが出てくるので我々の場合は M&A を見る目的あるいはその戦略的な合理性はそのあたりに絡んでくるというところだったと思います。 あの大変ハイレベルから、えー、考慮点を総括していただいてありがとうございました。あのそれではですね、ぜひともこのタイミングで、実際に M&A を手掛けた当事者として、まあ、過去の M&A に照らして、まあ、成功例、失敗例、あるいはあのこの部分を、えー、こうしておけば、もっといい結果が出せたかもしれないというようなことがございましたら、ぜ、え、ひ、ー、ともあの総括していただきたいと思います。 まずじゃあカルベさんの方からお願いでいきますでしょうか。あの先ほどお話した例でいうと、うちは二つ大きなエマンドエをこの二十年の間でやってます。一つはええー、と当面さんとの旧当面との合併とセファオのまあ、えー、資本を100%化したということですけれども、うんとまず成功例からお話。 こうしますあの一番分かりやすい例で言うと当面の時は私は一担当者でしかなかったので全体像が見えなかったですだからセファーの場合は自分自身が全体像を見ながらやったのでお話しできるというふうに思いますけれども、えー、成功例としては先ほどお話したようにテリトリー的なものがカバーできたということそれから、えー、事業ポートフォリオが 我々が今まで持っていた以上のものが我々手に入ったということでは大きな点かというふうに思います。で一番気をつけた点ということでいうと、えっと、やっぱり PMI をすごく気をつけました。 で政府・法務そのものはです、ね、先ほどあのどなたから,からお話ありましたけれども別にこうポットで,で我々パッと飛びついたわけではなくて過去10年間ぐらいその実際に我々がテイクオーバーする前の10年ぐらい前から注目してた会社で一緒に何かやろうよということでいろいろご相談をさせていただいていて、えー、さっきまああの結婚のお話が出ましたけれどもかなり付き合う期間が長かったです。ですからお互い どんな会社かどういう会社かどういう人間がいるっていうのはある程度分かってたという意味ではすごくうまくいったかなというふうに思いますただだこれはあの結婚生活でも同じだと思いますけど結婚したからといってですね、えー、釣った魚に餌はやらないというわけではなくて、えー、ちゃんとですねやっぱりきちっとなんていうのかなお互い相思相愛を続けるということに我々は結構神経使いました。 1>, で1万1,000人の会社だったんですけれども日本人は4人はししか送りませんで,したで1万1,000人のほとんどはアフリカで働いてる方だったけれどフランスの本社にも当然500人600人ぐらいいらっしゃるわけですよねでそこに4人しか送りませんでしたでこれは意識してやりましたで送った4人は当時のうちの若手のトップクラスを送りましたで一番上がですね、えー、執行役員,平野執行役員2番目が部長3番目部長最後が若手 で OB の副社長からあ、えー、ごめんなさい、えー、っと OB から2300億も使ってなんでこんな若いメンバーを出すんだと副社長クラス出さんでええー、のかということをだいぶ言われましたけど僕は一番適切な人間を出しましたということで話しました能力それからまあフランスとかアフリカに対する知見それからあと語学力語学力というのは英語はもちろんですけれども当然フランス語をしゃべれなきゃいかんということで。 この3。あこの4人を選びました。で、結果として見るとですね、えー、トップでいった執行役員は、実は私の公認の社長になってます。今日本でから2番目のを出した。部長は、えー、帰ってきてじあ執行役員になって今トヨタ。に。執行役員として出てます。出てます。というか、うちと縁を切って今トヨタの役員になってます。で、その結果としてですね。実はあのご存知の方がいるかもしれないですけど、1月1日付で。 トヨタのアフリカの商売全部うちにトヨタ通商に来ることになりました。まあ、何を言いたいのかというと、人材いい人材を与えるあの出すということがすごく大事だなというふうに思ってます。それからあと,、えー、と社長同士僕と向こうのセファの社長同士の信頼関係を作るために毎月1回会議をやりました。お互いに行ってやるまたはテレビ会議。 それから年に最低四回は僕が行くまたは向こうが来るということでフェーストゥフェイスで話をします。まあこれ我々 P2P プレジデントトゥプレジデントということですけれども、まあこういうことをやりながらお互い尊重する上から目線でもないし下から目線でもない。要するにイコールパートなんだパートナーだよという関係を作ることに、えー、結構気を使った結果ですね。まあいい。 スができたんじゃなないいかなという,ふうに思ってますそれで失敗例として言っていいのかどうか分かりませんけれども、えー、我々が考えてなかったことが一件起きましたそれは、まあ、考えてなかったというかなあの予想最悪の場合はそういうふうになるかなと思ってた件が起こ,起こっちゃったということなんですけれども。 えー、一つは、えー、我々自動車のディストリビューターシップを持ってましたでトヨタ通商というトヨタの名前のつくる会社が、えー、セーファオという会社をテイクオーバーしたんで彼らが扱ってたトヨタ以外の車例えば日産でありいすゞでありスズキでありフォードでありが離れていくんではないかなということを我々の中でも検討して、うん、これは離れそうだな、えー、これは残りそうだなということをやりましたけれども 比較的我々が考えていたより多くの会社が離れていってしまったとでも逆に我々が予想してなかった例えば、えー、フォルクスワーゲンが我々の舞台に入ったりとかまあそれ以外の要素も入ったということでまあこの辺はもうちょっとデューデリをしっかり、えー、いろんな意味でやってればよかったのかなというふうに思いました。まあ、いずれににしてもあの我々が決める時にです、ねえー かなり現場に足を運んで、私自身も見ました。あの実際に決断する前に、あの私自身ジーパン履いて T シャツ着て、えー、彼らのディーラーシップを回ったんですよね。その時私が誰であるかは言わないで、あのまあジャイカのメンバーの一員とぐらいにしかあの思ってくれなかったかもしれませんけれども、まあ、そういう現場に足を運びながら、えー、彼らの生の姿。 を見ながら決めました、まあそういう意味で、うん、さっきお話しした例でいうと PMI は比較的うまくいきましたとただ結果としてシナジーが出る時間がちょっと予定よりかかってしまったなというのがまあ,あマイナスの面の結果だったなというふうに思います。 ありがとうございますあの大変興味深いお話だったんですが、1点だけ、あのカルビさんあの、お伺いしたいのは、先ほど高島さんからお話が出ましたですねアプローチのタイミング、すなわち長くお付き合いをされてた中で、何がきっかけになって、実際に M&A 統合のお話を始められたのか、それを見出されたあのタイミングの問題について、ちょっと簡単にコメントをいただけますでしょうか。はい、あととうございら、ね、らかというと彼らの方からあの とゆつどうだという話が来ました。で彼らの元の株主さんが、えー、ピノプランタンという会社だったんですけども、えー、ファッション関係にもっと力を入れたいとついては自分がやっているセーファウの事業を売りたいという話があって向こうの方からお話をいただいたということです。そういう意味で言うと、えー、まあ、我々としては前から知ってた相手ですので、まあ、比較的簡単に。 やりましょうというふうに言ったっていうんですけどもごめんなさいさっきの質問のいい回答が一つ見つかったんだけれども実はその会社はえ自動車関係以外にも薬品のディストリビューションをやってましたこれもかなり大きな需要でアフリカ24か国に対してえこれまだ欧米の会社の薬品日本のメーカーさんの薬品を売ってたんですけれども。 その会社も一緒にに我々の方に売りたいという話がありましたその会社というかその事業ねデビジョンで我々は薬品の経験がなかったんで最初、えー、車だけというお話でさせていただいてそこをカーブアウトしてその部分だけくださいというお話しましただけども彼らは一緒じゃなきゃだということで,で我々自身がその薬関係の竜電にちょっと時間がかかったために実は我々が、えー、もうちょっと安く買えたんではないのかなと。 なぜかとというとその間にちょっと競合が出てきましたですね。最後、値段のつり上げになってしまったのでまあ最後はさっきお話したように私たちが決めた値段以下で買いましたけれどもそういう意味でもうちょっと早くその辺をやっていればという気持ちは今でも残っていまますありがとうございましたそれではあの高島さんあの特にですね3社をある意味で統合していくというような過程にいらっしゃる中であのぜひまあ失敗例、成功例 <laughs> あるいは今後のま課題というところで一つお話をいただけますか？わかりました。まあ、先月統合をしたとこなんで。成功するとしか言えないんですけど、あのまあ2社似てんですけど似,似てる業態なんですけどだいぶタイプは違って方や創業42年で未だに創業者のいらっしゃった。 会社もう一つは創業30年ですけどここ10年で会社あのオーナーが変わっていて、えー、救済さんジャフ c さんドコモさんというふうにオーナーが変わっていて、まあ、創業時のメンバーがあ多分1人しか残ってなかったですね。えー、という会社なので、まあ、それぞれその意思決定のプロセスゲームのルール全然違うなっていうふうになのが、まあ、そもそも交渉時においては。 あって、まあ、そのまず誰がどういうふうに意思決定をしてるのかもしかしたら誰も意思決定してないこれ結構微妙ですけど空気が意思決定してるみたいな感じだったりとか、まあ、そのどういうゲームのルールかってことを理解した上でまず僕がやったのはその譲れないこと交渉において譲れないこと以外全部譲ってでも オーケーなぐらい本当に一緒になりたいかっていうか、まあ、その譲れないことは何なのかですよね、えー、をまあ徹底的に考え抜き、まあ、それ以外全部譲歩しようと、まあ、い,ざいざとなればですよいざとなれば全部譲歩しようということをまあ自分の中で決めて、まあ、その上で先ほど川部さんおっしゃったように交渉者と決断者を分けました交渉者にはあの僕が譲歩していることはもちろん伝えずに全 全部交渉しろって言うんですけど、まあそれで、まあでも自分的にはこの1点だけが通ればやろうっていうふうに決めて、まあその交渉をやりまして、で、交渉者と決断者を分けるっていうことと、その一方でカルフさんおっしゃってましたけど、決断者はコミュニケーションしないっていうわけではなくて、決断者なんだけど、コミュニケーションはしまくるっていうことをやって、あの、1回目の第一の時はもう毎週ぐらいですね、え、ー 当時の向こうの社長今うちの会社の会長になってもらってますけども藤田さんと毎週飲んで話をしてでもその条件の話は一切お互いはせず楽しく話すっていうことを毎週やりましたし「ラディッシュボイア」の時もドコモさんのメンバーと非常に交渉はしないんですけどコミュニケーションは本当に頻繁に私自身も入って行うということを。 やり,やりまして何、まあ、となくそういう空気感みたいなものを作りながら、まあ、あとはあの本当に譲れないポイントだけが譲れたんで、えー、まあ何にしてもやろうかなっていう感じで進めてきましたそれで課題であの多分まだ法人統合したばっかですけど多分,多分うまくいくなっていうふうに思っていてチームビルディングも非常に思った以上にいいですし シナジーもどんどん出てきてるし多分統合自体は全般的にうまくいくんですけどちょっと想定外の課題を今感じていてお二人にも聞きたいなと思ってるんですけどえっとですねまあダデッシュや第一の社員が離職したらどうしよう特にキーマンが離職したらどうしようと思ってすごい一生懸命頑張ってたんですがほとんどその問題が起きなかったですが逆にもともとオイシックスにいたメンバーがそのオイシックスっぽい良さが薄まるというふうにですね感じて。 そのなんです今まで支えてきたメンバーの中でモチベーションの揺らぎがちょっとあるんですよねで、まあ、自分たち、まあ、人数も倍以上になって何、まあ、となくこう見た感じの年齢もすごい上がってベンチャー的な空気はなくてみたいなので、まあ、その武田さんとかはもう別の会社になっちゃってる中で武田らしい良さっていうものをすごい大好きだった。 もともと武田をすごい支えたキーマンとか、まあ、そういう従来のキーマンの人たちをど,どういうふうにモチベートしてるのかなっていうのが聞きたいなと思ってます。 パネルの方から大変重要な問題提起がありましたので、<laughs> はい、まとめて平田さんお答えいただいてよろしいでしょうか。はい。えー、っとですね、私も武田へ呼ばれました長谷川さんに呼ばれたのが2010年ですので、歴史をずっと知ってるわけじゃないんですけど、ちょっとあのお答えする前にその少し武田のこう流れで2000年代に戻るんですけど、私が旧万有製薬の社長をしてましたので社長同士で長谷川さんと付き合ってた頃に。 第一,第一製薬と三協が一緒になりアス,テラスアステラスを作るんですから山之内製薬と藤沢さんが一緒になりもう他にもいっぱいあるんですけどパパパパッといくつか合併してるんですけど武田とは一緒にならならいんですねで武田は一人残されちゃったんですでただその世界に打ち勝てる会社を作りたいという思いはもともとあってで武田は国内で合併をするということよりもじゃあ世界に目を向けて世界に打って出ようと。 いう形に戦略を切り替えていくんです、ね、でそこからあの海外の会社の買収が始まるんですけどもあのやはり海外の買収海外の会社を買収しようとすると今高島さんが聞かれたように武田はやはり日本の を代表する企業の一つで製薬企業の中では明らかにトップを走ってきてえと製薬だけでなくても日本のやはりプライベートセクターの中で代表する会社の一つだとこういうふうに思いますのでその会社が何か,かむやみに 不用意に海外に出て行ってしまうとなんかお前ら日本の会社でなくなっちゃったのかと言われるというのも嫌ですしあの正直言って社内で私がいろいろ説明をした時に、まあ、あるフルテの支店長さんは「俺は定年まで逃げ切ると」で「どういう意味ですか?」って言ったら「もうグローバル化なんてクソくらいだ」と「俺は日本で肩で風切って歩いてきたんだと」とそれが武田の強さでありという、まあ、イメージ分かると思うんですけど。 それだけではやっぱり勝てなくくななってくるわけですねでなんで武田が大同合併してでも大きくなろうと思ったかっていうとそこにあの先ほど言った R&D に対する研究体開発のに必要な投資の額がとてつもなく大きくなっていて。 当時2000年代前半で1,000億円ぐらい年間必要だって言われたんですけど今億やはりもう3,000億円を超えた金額を毎年放り込んでいって新薬が出るか出ないかの戦いになっているので、まあ、そういう意味では必死でこうやるでその社内のそういう方で風切ってた古手の方なんかはに説明するときにその。 例えば大阪の方であったとすればその大阪の大阪大学の病附属病院の教授にすごく画期的な新薬を届けたいですよねといやそれはもうそれは研究開発部門頑張ってくれないと困るよなと支、まあ、店長なんか言うわけですねでもその時にでもその研究開発にお金がかかるので最近はその研究開発の投資をしたら回収が必要だと。 で回収するために日本だけで食ってたらマーケットが相対的に小さくてダメなんです世界中にフットトプリントを持って 投資した,お,投資した金あのお金から出てくる新薬を世界中にばらまいて世界中の患者さんに、えー、まあ喜んでもらってご褒美として売上利益をもらって回収をしないとダメなんですとそうでないとその目の前の大阪大学の先生にもいい薬は持っていけませんよって言ったらそこでその古手の方ピタッと止まってじゃあ俺グローバル化の悪口言うのもうやめるわと <laughs> そうかと。その画期的な新薬を作るという、R。r&d にかけるという部分とグローバル化っていうのが実は同じコインの裏表だったんですね。で、それがはっきりすると皆さんついてくるので。あの？ 海外の会社を買収するということに対してのお、まあ、マイナスの、まあ、もう直感的な反対というのはだんだん,やんです、ね、社,社外的なコミュニケーションだけじゃなくて社内的なコミュニケーションをすごい設計するいやもうそれがポイントだと思います社内への説明はものすごく必要ですねそれはあの間違いないと思いますだ何のためにっていう最初のあのゴールが必要だって言った何のためにやっているっていう部分をその RD が必要だから RD に強い がんの,の最先端のサイエンスを持った会社を2008年に買収する。 でそれがじゃあ、それは担当職にまあなんとなく新しい薬が入りそうだなるんですけど世界のフットプリントで武田がそれまで26カ国28か国ぐらいしかカバーしてなかったのをおスイスのナイコメッドという会社は2011年に買うんですけど買うと70か国一気にカバーするんですねそれで世界の医薬品市場の90%はカバーすできるようになるので,でそれをなんで買うんだって っていう時にそのいや実は R&D をやるためにはあのリターンが取れるフットプリントが必要なんですという説明が不可欠だったというとところがありますね、まあ、ちょっと説明になったかどうかはありませんが納得感がないとあの社員はついてきてくれないというイメージがありますありがとうございます。 あの大変まあ詳細なご説明をいただいたんですけれどもやはりあの目的意識をはっきり持っていただくということとそれからやはりキーワードとして皆様から幾度応援に出ておりましたのが PMI の重是非ともあの皆様がご関心のあるところで特に軽部さん高島さん平手さんのご経験からして PMI においてですね是非とも考えておきたいことあるいはおくべきことというようなことがあれば お三方からコメントをいただきたいと思いますじゃあカルベさんお願いでいきますかあのさっきお話したこととあのダブっちゃうかもしれないんで質問の時間がなくなると困るんで簡単に言いますけれどもやっぱり相互レスペクトができるっていうことが僕はすごく大事だと思いますあの僕は買収という言葉はあんまり好きじゃないんですけど買収する側される側が同じ目線で話せるようにそれは うん九州合併であろうと何であろうとお互いイコールパートナーとして新しい会社としてやっていくんだというのはものすごく大事だというふうに思います。ちょっとセファほから外れますけれどもさっきお話した東面という会社がありました東面の名前は皆さんご存知だと思いますひょっとしたらトヨタ通信より東面の方が有名だと思いますけどその時のやはりうん我々が気をつけたことは相互レスペクト上から目線でも下から目線でもない。 でそれを実実際に実行するで結果としてですね僕はよく例に出すんですけれども例えばうちあの役員が47名いますけれども今でも当面の役員は13名います、えー、それで我々はもう対等合併と精神的に対等合併ということでやってますけれどもこれはもう外に出てる数字でいいですけれども株の交換比率は1対0.069。 人株に対して9です。で、通常こう常識のある方だとどういうあれかなというのはあの想像つくと思いますけどその中でも対等な立場でお互いの強みを持ち寄ってさらにそれを強くして弱みを補完し合うという中で人事事とといいうのはすすごく大事だと思います出身の会社であるとか出身の学校だとか 派閥だとか我々は作らないようにしました。そういう認識を。で結果としては今でも毎年二人えごめんなさい四人から6人ぐらい新しく執行役員が出てきますけどもだいたい今でもあの個人ベースで見てますんで半々ぐらいです。やっぱりじあの人事の公平性というのはすごく僕は気になっていくのかなと思います。それから数字の連結まあ例えば うーん、いろんな意味であの数字の連結するのは出てきますけど、僕はあの社員に言ってるのは心の連結がすごく大事だなというふうに思ってます。これはさっきからあのお話してる一連の流れの話です。高島さんどうぞ。うん、あの今のねマージャークアクリジションかっていうことだと僕らで言うと相手に合わせたっていう感じなんですけど、まあその創業42年で創業者のいる第一を守る会とは統合テスト。それから。 ここ10年で3社あーオーナーが変わってるラディッシュボヤに関しては、まあ、これは買収ですということで相手が受け入れやすい文脈というか言葉遣いというものを、まあ、使い分けたというこ、まあの間ぐらいに僕はいるんですけどでやって良かったこと今のところ良かったなと思うのは2つあって1つは クイックウィンを散りばめるというかですねとにかく成功体験ちっちゃな成功体験を大量に用意したっていうのは今でもやってますけども例えば年に1回表彰制度があるんだったらそれ週に1回にしちゃうとかそれから偉い人しかプレゼン全体の場合ですることがない会社であれば若い人でもプレゼンの機会がすごく増やすとか。 あるいはパートさんがアイディアを出す機会がなければ、パートさんのアイディアを集めて、それでこう具現化するということを作っていくとか、とにかくあらゆる手段でクイックインをですね、散りばめまくるということをやっています。で、これはもう本当に目に見える効果があるなというふうに思います。もう一つ今のところすごくいいなと思っているのは、 えっと、その会社のキーマンを見極める人を見極めるっていうことですね。そのやっぱりどうしても偉い人は全員個別に面談しますがあその役職上偉くなくてもその組織の中で支えている人たちっていうのがいてでも最初それ,それは誰なのか分かんないんですよね。誰なのか分かんないので、まあ、みんなにあの僕が会っといた方がいい人誰ってこう聞くんですがその,その答えるメンバーに、まあ、会いに行くんですけど そ,その見極めの筋がいい人っていうのをあの探して、その筋がいい人に、他に誰聞いた方がいいとか、もっとあの今はこの部署にいるけど、もっと上の役職についてもいいと思う人誰とか、その人を見極める人を見極める、それ,それが見方につくと、すごくその後のスピードが速くなるなと思いまました以上ですすありがとうございますやはりキーマンのリテンションっていうのは、まあ、PMI の中でも非常に大きなあのファクターだと思います。 あの議論が白熱してですね。なかなかちょっと止めたくないところではあるんですが、時間に限りがありますので、それでは全体会議の方に、えー、場を変えたいと思います。あの会場の方からご質問いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。貴重なお知らせありがございました。山下コーポレーションあすいません。山下コーポレーション今です。あの m&a の実際にあの最後の買収金額を決めるとき、えー、何年で回収するかと。 いうところで、まあ、私自身も非常に悩む時がありまして、まあ、外的要因の不明確さであったりだとか、まあ、そこがある程度明確だとしても、まあ、5年にするのか6年にするのか3年にするのかもうこれによって全然金額が変わってくると。 でも、まあ、例えば 5, 5年を5.5年にするだけでも全然気が変わってきてどこまで許容するかっていう最後は正直説明がつかない部分が必ずあるなと思うんですけどあの皆さんの中で具体的な例で最後どうやって決めたのかっていうのをいくつかあの話していただければなと思いますよろしくお願いします。よろしししくお願いまますどなたから行きましょう カルビさんからでか近でいいいすすかあのおっしゃる通りだと思いますよね特に我々はシナジーを期待している部分が多かったのでそこをどうやって見積もるかによって、えー、3年になったり5年になったり10年になるということで大変あのおっしゃる通り難しいと思いますただ我々の一つの基準としてはやっぱり5年ぐらいでは回収したいなという気持ちはありましたで実際にはまだ5年では回収できていません、はい、ただしあの目はいっぱい出てきてるんで、えー、期待はしてます。 もうちょっとコンセプチュアルなんですけどあのその金額で他社に買われても後悔しない額って感じですあのうちも小さな会社の買収も結構やってで大きな会社もやってきましたけどもあのバリュエーションでその一つ一つのまあ製品だとかあるいは製品の研究開発の卵たちの評価はもう非常に緻密にサイエンティフィックにやります。 でその上でそれがマーケットに対してどうかっていうことになるのでこの会社の持ってるポートフォリオはこういう価値があるというのを本当にに緻密にやりますね。ただ最後はあのそのやり取りになりますから相手のある話なのでじゃどこまでそのプレミアムを乗っけてもいいのかという話になるとあの私たちの場合は投資的確性 AAA ととかトリプル B とか BBB ありますあの武田薬品というのは上場会社なのでそこに株主さんあるいはインベスターが投資をしてくれるでそれが投資不適格になるとこれは将来の資金調達とかそういうのがいろいろやらしくなるので投資に的確であるというレンジがあるんですねそのこのクレジットラインレーティングに。そこにに収まるためには 3年以内にこのぐらい返し返却あの借りても返せるようにしないといけない、すとこの金額を超えてしまうと、返済が6年、7年かかってしまうようだと、投資的確性から外れてくるんですねあの、おそらくクレジットのレーティング会社が下げてきますから、からそこが下げないように投資、将来に向けても武田という会社に投資をしてもいいなと思い続けてもらえる範囲で決めてきましたね。はい、お願いいたします 経基盤木村です。生々しい話あえっと議論が割とバイサイドの話が中心だったと思うんですけども、えっと、セルサイドの視点でちょっとお聞きしたくてぶっちゃけ皆さんの会社に買収ってやったら皆さんボードでどういう議論になるのかなっていうところは、まあ、教科書的に言うとちゃんと真摯に検討してっていうことだと思うんですけどもあの今いろんな会社業界で業界騒が起こってるんですけどもやっぱりバの 買収提案された側のボードってやっぱり本能的にですねやっぱり受け付けないというか会社がなくなっちゃうとかそういうことに対して拒否反応を示すケースが非常に多くてです、ね、あの難儀するケースが多いんですけども実際にぶっちゃけてど,ど,ど,うど,うどういうふうにすればそこら辺の逆にセ,ール,セールサイド側のほうがうまく議論が進むのかっていうところはアドバイスいただければと思いますけど。 これはあのもう具体的に各社お伺いしたいと思います、制裁との話っていうのは非常に難しくて、ただまあ取締役会を抱えていらっしゃる以上、避けて通れない議論だと思いますので、皆様、お三方、簡単にお願いします、じゃあ、平田さんから。あの武田はおそらくコーポレートガバナンスという意味では、日本でもおそらく最先端に近い形を持っていて、12名の役員のうち、8名が社外取締役ですね。 でまあ,あのその体制の中でお一人お一人が日本の大きな会社の CEO をやられた方だったり海外の大きな会社をやられた方だったりするので株主に対する責任と会社あのその従業員を含めた将来の存続性とかいうところに対する見方は非常にレベルが高いのであのこの会社に例えば大きな会社が買収をかけてきて このこのこの会社にこの会社を売っても良いかどうかっていう判断は、あの議論ができる用意があると思います。あの、武田の少なくとも取締役会での議論というのはそのレベルにあるなというふうに思います。まあ、今回シャイアを買いましたけども、向こう側は経営陣というよりもボード。その。 取締役会社外取締役でやはり中心にあの経営構成されてるシャイアの社外取締役のチェアマンがいてその人がまあ最終的にはシャイアを武田に売ってもいいという思いを持ってくれたんだと思っていますまあ,あの社,外取締社外取締役を中心にしたガバナンスが出来上がってるかどうかがポイントなんじゃないかなというふうに思いますけど高島さんいかがですかそうですねあんまりあの 個別になんか言われたこと結構多いんですよあの僕があの売ってって <laughs> ちょくちょく言われるんですけど、まあ、正式にもらったことはあのないんであの難しいですけど多分、まあ、おっしゃったようにしっかりシュミレーションはすると思いますねその,その、えー、提案を受け入れた方が、まあまあ、我が社にとってもそうですし、まあ、社会にとっていいんだろうかっていうことはしっかりと、まあ、シュミレーションして、えーまあ、それがあのそのう 思っこっちの方がいいかもねって思ってからすげえ悩むんじゃないかなっていう感じですけど、まあ、ボードは比較的あの、まあ、僕らはもう社外の人たちも多いので冷静に議論をするんだろうなと僕が感情的になってみんなが冷静的に議論する感じだろうなというふうに思いいいまますすさんかかがでございますかそうやって行ってくるような会社が出てきたらいいですよね。 それくらいの会社にしたいなと思いますけれどもまあうちは今取締役が人人社外が4人ですで正直申し上げると先ほどお話したようにえトヨタが21%食器が11%という会社の中で全体の流れで言うとまあトヨタグループとしてもトヨタ通商をグループの商社として置いておきたいなという意見が最後議決を取ったら多いんだな なとは思いますただあの当然そういうリクエストがあればあのボードでは議論になるというふうには思いますけれども、はい、まあこれあの非常に重要なお話として、まあ、ゲームチェンジャーとしての M&A をお考えいただく際には当然ですけれども、えー、ビジネスポートフォリオのストリームライニングっていうのを考えていただく必要があるんだと思います、まあ、したがってまあ創業が何であれですね本当に今時代に即した最適なビジネスポートフォリオをどうやって作っていくのかというのが まあオーガニックであれエマンドエであれ一つ大きなテーマだというふうに思っています。あのその観点からあのご質問があればぜひお願いしたいと思います。どうぞ。えっとすみません。JIS の投資マンでやっております大と申します。 えっと今あのえ重富様から出ました「あのょ業がどうだ」っていうことをとらわれずポートフォリオを考えてその最適なビジネスにあのまあ投資して強化してでそうではないところはまあ売却してみたいなこと、まあ、よく教科書的なところではよく出るんですけど一方あのカーブアウトって日本で全然進んでない印象を受けるんですよね。でそういいったその教科書的ななところをに向け向かえない何か な何かがあるからそっちに行けないと思うんですけどなんかどういったことがそういったことにその邪魔をしているというかもしくはその経営者から見てそっちの方になかなか行けない部分なのかというのがもしちょっとあのご意見とかございましたらお伺いできると大変助かりますカブアウトというのはその選択と集中で選択されないところを切り出していくというふうにしがらみだと思います。 あの武田はそれを切り捨てることに成功した珍しい会社だと思いますけどもその230年超える歴史の中でやはり日本の会社としてのアイデンティティを守れとか歴史を大切にってこれはぶれてないんですけどもただそうは言ってもこれはもう戦略的な中心にないよねっていうものを 切り出すということになると、まあ、社員が買ってくれた会社へ転籍していくことになりますし、あのそれなりの売り上げが切れていくわけですよね。で、それをいやそうは言っても長年の付き合いだから、これは多いと思います。日本の中ではあのそこを切り、切,切り切り出す。覚悟をしないと大きなものを逆に買うまあ。買って 売ってでどうしてもお金,お金の感情で売らないと資金が出てきませんから,だからそういうところは考えないといけないのでもうこれは社長さんの踏ん切りだと思いますけどねあの、まあ、僕らはまあちっちゃいんですけどそれぞれいろんな事業やってたんですよね第一さん第一も第ディももううちろんそうなんですけどでその まあ本業じゃないやつをかなりこう整理をしたんですけどやってみて思ったのはそのしがらみへの忖度というかその実際そんなにしがらみなくみんな,なんかこうむしろ好きしたって言,って言われるんですけどその自分たちではやりにくかったんだろうなというふうに思っていて外的要因で整理した方があの話が早かったしそれを実はちょっと内心待ってたみたいなところもあってあのと思いましたね。 これはあると思います。あのやっぱりこういう合併が起きる買収が起きたときに一気にあの今回も武田シャイヤーを買うだけじゃなくて武田の中を相当買えますさらにですからそういう意味ではこれを機にやるべきことは一気にやってしまうっていうのは大きな流れがありますからやっぱりきっかけなのかもしれませんね。はいあのまあ我々は基本的にはそのエグジットを目的としたような投資はしないんですけれども実際に 我々のラインから外れたり、まあ、赤字が何年も続いたりする場合には、えー、カーブアウトまたはやめてしまうということもひっくるめても社内でルールを作ってますので今はその社内ルールにのっとって自動的にあ,のあまり忖度が働かないようにしてます。 ありがとうございますあの最後にです、ね、ちょっと私の方から皆さんにお伺いしたいことがありまして、2018年というのは、実はスタートアップ企業の買収ということがです、ね、大きくクローズアップされています、あのすでに50件ぐらいの買収がされていて、あ,のあお互いなのか、それともそのスタートアップの企業にとっても、自分たちの成長を買収されることによって実現するというような動きが出てきておりますけれども、そのあたりをどうお考えか、どうでしょう、平田さんから。 あの今武田はおそらく世界で一番大きいぐらいの基礎研究所を湘南に持ってます藤沢と鎌倉市にまたがるんですけどそれを武田の研究所だったのをもう解放してしまって今湘南ヘルスイノベーションパークというふに切り替えて 武田も中にに入るるテナントになってるんですねでパークをしてそこにベンチャーの方がすごい勢いで今入ってきてるんですけどもその方たちと話してるとやっぱりある程度こう自分が成功してサイエンティフィックにうまくいって製品が育ってくるとどっかで IPO をするのか買ってもらうのかして創業者利益を出したいという思いがあってでそれを出すためにはパテントを例えば武田に牛耳られたら困るとかいろんなそんなことは一切しませんと。もうこれはもう武田のものも でなくて日本のサイエンスの,そのライフサイエンスのイノベーションが出る場所を作りますとそのために使命感を持ってやってますからっていうとじゃあ入るって言って入ってくるやっぱりその IPO を目指したり買ってもらって創業者利益をっていうふうに考えていくと。 あのそういう動きっていうのはすごく大事で私はあの今年件数が多いのはそのお疑いをする会社が増えてきたというよりは成功するバイオベンチャーのセグメントが日本でやっとやっと出てきたんだと思います。 あのアメリカだとその大きなその会社と大学のようなアカデミアとの間にまあベンチャーキャピタリストがいてベンチャーセグメントがあってこうホップステップジャンプで製品が育っていくんですけども日本はそのベンチャーセグメントが相当遅れてきてあのもうデスバレーとかいう人もいたんですねですからその間を埋めなきゃいけなかったんですけど日本のやっぱりベンチャーを育てなきゃいけないそこにイノベーションの その種があるっていうのを経産省なんかも一生懸命言うようになってサポートがやっと入り始めてみんなの意識がそうなってベンチャーが出てきてだからこそ買いたいと思う人も増えてきたんだと思いますあのそういうベンチャー増えてきたのに加えてベンチャーの中の価値観もすごい変わったなというふうには思っていましてやっぱりその IP o するっていうエグジットしか選択肢がなかった。 のからその売却するという選択肢がベンチャーにとってのいい選択肢昔はやっぱり IP o の途中で志半ばで売却するっていう感じがあったんですけど今はもうそういう感じはだいぶなくなっていてあの、まあ、本当に大企業に買ってもらうっていう e x i を目指してやってる人たちもすごく増えていて。 本当はそれはいいところも悪いところもあると思うんですけど従来はやっぱりサービス、プロダクトを作ることとビジネスモデルを作ること2つをベンチャーやらなきゃいけなかったんですが最近やっぱ見ているとビジネスモデルのことはほぼ考えていないみたいなベンチャーも増えていていいサービス、いいプロダクトを作れば誰かがマネタイズしてくれるという他力本願にプロダクトに集中しているというベンチャーも増えていてまあそういう意味では大企業から見ると選択肢は増えているなという,ふうに思います。 あの大変興味深いお話ではございましたが残念ながら時間が参ってしまいましたあのパネリストのお三方軽部さん高島さん平手さんに、えー、もう一度皆様の方から拍手をお願いいたしますどうもありがとうございました。